んにちは、エッセイメンタルトレーナーのチライです。今回のテーマは、並木義和さんもおっしゃっているパワフルなエネルギーがテーマになっています。私の体験も織り込んでお話ししたいと思います。この動画を見ていただくと、パワフルになっているエネルギーに沿って、あなたが大切にしていることをたくさん手にすると思います。今までとは違うパワフルなエネルギーになっています。なかなか気づきにくいと思いますが、確実に違ってきています。並木義和さんもおっしゃっていますが、12月のエネルギーがとてもパワフルになっていると言っています。それは風の時代の総決算だからこそ、パワフルなエネルギーに転換しているのです。そんなことなんだかわからないという人もたくさんいると思います。だけど、目に見えない世界にはエネルギーが存在して、そのエネルギーが大きな私たちの環境に影響しています。特に目に見えて変わってくることは、問題点が浮上してくることです。なぜパワフルになっているのに問題点が浮上するのかなと思っている人もいると思います。古い時代のエネルギーとは全く違うために、低い波動のものが追い出されてしまいます。あなたが昔から持っていた問題は、そのまま持ち越すことが難しくなってきています。新しい時代に向かうにはふさわしくないという感じでしょうか。それを上手に活用すると、風に押し出されて素敵な人生を送ることができるのです。もちろん、エネルギーがたくさんある時には、私たちがもともと持っている課題や問題などを浮上してくるタイミングにもなります。だから、2020年はなんだか慌ただしい、あっという間に経った1年かもしれません。今までの自分の課題に対して、パワフルなエネルギーは浮上させる力があるのです。人間関係や家族との関係、恋人との関係なんかも、いろいろ課題が出てくるのです。それはあくまでも前から問題だったのに蓋を閉めていたことなのです。見て見ぬふりをしても、後から追いかけてくるのです。もうそろそろ解決の時が来たのです。身軽になっていくことが大切になります。頑張って問題点に向き合いましょう。それだったらしんどいなって思う人もいてると思いますが、それをそのまま置いたままにしていくのは良くないことだと思います。だから、この際大きく変化していきましょう。問題になっていることは、人間関係やあなたの職場のことかもしれません。置き去りになってしまった問題をもう一度向き合ってください。向き合うことで手放すことが必要な場合もあります。逆にもっと大切に扱うことが必要な場合もあるのです。どちらにしても、その問題に真正面から向き合ってくださいね。その問題に対して逃げることはしないでください。そうすることで、あなたの人生が輝かしいものになるのです。いつまでも逃げてばかりいてはいけません。心配しなくても大丈夫です。風の時代はそんなあなたを応援してくれています。だから、勇気を持って問題に向かいましょう。では、どのような応援をしてくれるのか、メッセージをもらいましょう。あなたが問題に向き合っていることで、そのほとんどがあなたにとって問題ではないことを示している。ただ、あなたがその問題を握りしめて離さなかったのです。少々苦しいかもしれませんが、現象として分かりやすくサインを投げます。上手に受け取りなさいとメッセージが来ました。確かに問題と思っていても、意外にそうではなかったりすることもありますよね。だけど、その問題を正面から受け止めている時には、なかなかそこから抜け出せなくなっています。その時々で真剣なんですよね。もちろん、自分が幸せになるために選んだ選択のはずなのに、幸せになっていないあなたはどうでしょうか。その選択は、あなた自身を幸せにすることでしたか。誰かに言われたとか、世間体とか、犠牲になっていることはありませんか。
犠牲になることを選択したら、まっすぐにそれが返ってきます。もちろんあなたが犠牲になる出来事がやってくるのです。ほんの少しの勇気があれば抜け出せるのに、だけど現実は抜け出せない人もいると思います。問題を真正面から見ることで、さほど障害ではなかったことに気づけば気が楽になりますよね。あなたが今まで問題と思っていたことが嘘のように解決されているのが、パワフルなエネルギーの力なのです。変化をするときには強いエネルギーが流れて問題を浮上させ、私たちに変化を与えてくれます。今まで手放せなかったことも、不要なものは全て手放していきます。まあ少し強引だと言えますが、覚悟を決めて風の波に乗ってください。覚悟を決めなくても、どうせどんどん問題点が突きつけられてきますので。だってあなたが選んでこの人生に生まれてきたのだから。いつか思い出す時が来た時に宇宙の愛を感じるはずです。逆に大切なものに気づいていくのです。今までは不要なものに意識が取られていました。そのために大切なことを忘れていたように思います。不要なものがなくなり、大切なものが浮上してきます。それは素晴らしいことだと思いませんか。本来のあなたが大切にしたかったことが表面化してくるのです。犠牲になっていたあなたの心が解放されていくと、あなたにとって大切なことが見つかるのです。自分が生まれてきた目的や使命を思い出す人もたくさんいるのです。あなたも何のために生まれてきたのか知りたくないですか。あなたが自分の心が求めるままに生きることを決心してください。周りの声に耳を傾けないで、自分の心の声に従ってください。ここで高次元のメッセージを下ろしてきます。あなたに起こるすべてのことを目を背けずに見なさい。しっかりと見なさい。私たちはあなたが立ち止まるまでサインを投げ続けています。あなたが納得できないことに気づくまで現象を送り続けています。可愛い子供たち、どうかそのことに気づいてください。私はいつもあなたの幸せを願っていますとメッセージが来ました。このメッセージは私だけでなく、この YouTube を通して皆さんへのメッセージです。何かのご縁があり、ここにたどり着いた皆さんが少しでも参考になると幸いです。 SA メンタルの個人鑑定では、あなたのしたいことや、この風の時代を有意義にするための情報をあなたにお伝えしています。本来のあなたの目的や挑戦するために必要なこと、不必要なことが見つけられない方は、ぜひ個人鑑定を受けられることをお勧めいたします。本日の動画はいかがでしたか。この動画が皆さんに少しでもお役に立てれば幸いです。 SA メンタルトレーナーチライでした。